あとセガのゲームは500円分残ってる。けどね、あれに使うかもしれない。お金使っちゃうかもしれない。ん？うん。ランキング落っこっちゃう。びっくりした。うん、受けて。ちょっとスタブが来た。今日金曜日って感じはしないんだよね、テレワークしてると。緊急事態宣言ずっと続くのかな。やっぱするかな。感染してるか、あれね、注射した後ね、注射する前時間あるから遊ぶけど、ただもう回転ずつしないとダメだな、時間的に余裕持ってこ。イニシャル D のイベントでこうゲームをプレイするごとにスタンプを集めていくっていう要素なんだけど、それいきなりなんかねポイント3倍イベントやりだして、みんなブーブー言ってた。最終日あたりに普通にやれば5万円ぐらいかかるんだよ。あ、チャリか。チャリーならしたのか。殺伐としてんな。誰かチューするんでしょ。今チューしてんでしょ。お前危ないよっつって。違うらしい。あ、違うんだ。知り合いっていうか彼氏か彼女かカップルみたいな、あれ家族だったの。鳴らしてた車の人に手を振ってたの、チャリーの人。一番迷惑じゃない後ろの車が。あれこっち戻ってきた。後ろが鳴らしたんじゃねえのこれ。早く行けよみたいな感じ。いや違うでしょ。彼氏の方じゃない。そういうことか。うん、おいって後ろから近くに来たからおいって感じで。そういうことか。そういうことじゃない。すげえ殺伐してるけど戻りも早いな俺。いい迷惑だな。だからびっくりするよね。うん、びっくりする。というわけで、うんちゃん出たら引き物になるとやべえな。お腹空いたよ。あれ食べよう。
コンフレーク頼むよ。吹けねえな、なかなか。え？俺もなかなか吹けねえ。いや、そんなことない。髪の毛が面白いけど。なんか吹けねえ。そろそろ白髪すげえことないっすか。そのうち。じゃあ俺は、モンストのステージを作る仕事するよ。本当に募集してた。俺超難しいステージ作るけどね。てかもうネタ切れなんだね。あの岡本良樹さんが募集してモンストのステージ販売しようよ。ネタ切れな。超安い。そんなに良くはないだろ。あ、出るぞ出るぞ。袋用意しよった。場所の定まらない。取ってやべ、アマゾンでうんこ袋買わなきゃ。まだポップ散歩してる。ちょっと俺も戻ろうかなと。どういうこと？時間がもうないからお参りしようかな。ここでって一緒するでね。時間ねえな、それ。今も多分30分ぐらいで、そうだね、30分でしょ。ちょっと痛いで。いや、これできていい。お神社の今日は別に時間ねえや。はい、嫌なんだって嫌なのか。下のつぼみだったやつが咲いてる。本当だ。今30分。ダッシュ四クロでお参りしてた。今日夕方散歩行った時、そこを写真撮ってる人が何気にいっぱいいた。これいいよね。嬉しい。今日も特に何も買わないね。ないよね、買うの。もしあればあれが入ってる。え？エグ？あればネギが入ってる。ネギ？あ、もうないの？あれ、あんな買ってたのに。使い果たしたつい。え？その前にガラスがいっぱい使った。はいよ、じゃあネギね。ネギあるかな。ねえ、めたいねんだよな、見切り。いいね、切れてないやつでも、うん、ちょっと値段言うわ、買うかどうか。富士富士ガーデン汚いよ、そこ。今35分ぐらいだよ。
なんかめっちゃここ、タイがたかってるな、汚いな、なんかね。これライブも撮影しながら途中見れないのが辛いよな。見れない見れない。うまくこうスライドすれば見れるけど、やりすぎると画面ポンって触ると出なかったっていう。出るけどこれ難しいんだよね。それまあいいや、メイン携帯打ってきちゃったから。なんだこれ、何の花だっけ。なんだっけ、昨日そこに咲いてる、それだよね。昨日なんか調べたら忘れちゃったよ。あのほら、あこれか、高尾山でも咲いてる花だ。やはり場所が近いだけあって同じものが咲いてる。喧嘩してるよね、これ。なんか猫に食われた。可能性はゼロだよね。だってこの辺野良猫多いから。よし、ポンちゃんだ。ポンちゃんだっこんね。危ない、この辺。結構強いのさ、強いからな。あ、やべ。あれ？うん。自転車入ってます。ポンチャーズ、こことかも結構たまにすげえスピードで来るし、ワンワンワン。いろいろと去年のこと思い出してしまう。トイレットペーパーとマスクがしない姿、あの時はひどかったね。朝からみんな必死になってさ、並んで買ってんの。あれ？あ、ごめん、間違えた。プリンマジだ。次の春。それを横目に出勤してたなと思って。毎朝って並んでたの。毎朝並んでた。マスク欲しいっつって。いや、俺まさかテレワークになると思わなかったけどね。絶対テレワークはならないと思ってたから。130円。あ、100円だったっけ前買ったところ。覚えてねえ、何だったか覚えてねえ。110円だっけ。あそこの小田急じゃねえや、 JR 駅前のとこ。あれ100円で、100円だよねやっぱ、うん、あそこなんかおかしいぐらい安い。今40分ぐらいだよね多分。さっさと行こう。37。よし、じゃあさっさと泊まり行ってきます。いや歩きやすいですかね。めっちゃ良くなったよねこれ。ありがたい、うん、まあ別に歩くしか使わないからどっちもいいんだけどね。ポンチャーズ車利用の人はありがたいかもね。ポンちゃん、よし、じゃあ行っていくか。行っていきます。